話すことがあったんだけど、忘れてしまった。まあ、人生ね、忘れた方がいいこともありますし。よく忘れますね。忘れてしまう性格って結構、僕、憧れます。<laughs> そうですか。うん。嫌なこととか、すごい思い出しちゃう。<laughs> あ、わ、思い出すけど。うん、あでもね、忘れちゃう。なんか、何か機会があれば、思い出しますけど。ええ、基本的には忘れちゃう。だから、いい、いいですね。ねやっぱりいいですね。うん。鶏すもんね。 そう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 二歩歩くと三、ね、歩ね歩歩ジェンガさんの場合は二歩なんだ三 <laughs> 歩じゃ歩ェンガさんの場合に限って二歩で忘れられる二 <laughs> 歩じゃなくてすげえなもう一歩ありましたかえー、本当はどんな系のことが喋りたかったんですか何、うん、だったっけなま二、あ、つあって一つはねあるんですけどそれはもうやっぱり後でお茶屋さんに個人的に話そうと思ってねなんかそれは置いといて文句ですか,ですか <laughs> 違う違う全然文句じゃないですよ。えー それはちょっと恥ずかしいからでここでじゃなくてあともう一つね何だったかしらね忘れちゃったちょっと本当に忘れてしまったのはいちょっとどうぞ僕ですか僕なんか話しやがれというような何だったんですか野球の話野球ジェイランさんから野球の話が出てくるって意外でしょ違うそれは違う違いますねサッカーサッカー サッカーじゃないかな。スポーツ。スポーツ。スポーツ系。スポーツ系でもないな。スポーツ系じゃなぜ野球が出てくるの。全然関係ないですけど、初詣に二回行ったんですけど、二、ま、回切り替えたな。初詣は二回じゃないか。初詣あおみくじを二回引いたんですよもうすでにね。 ええ、去年は引くの忘れたのに一年を通して、うん、じゃ一回目が末吉で。で二回目は。はだからあれでしょあのクリス智子さんの番組の中で、入れたやつが末吉だ。ったこ <laughs> れはちょっと末吉で、ええ、でその後引いたのが吉で、うん、やっぱりちょっとそこら辺を漂う感じなんですね。やっぱ何度引いてもいいものは出てこない。二回しか引いてないでしょう。まあ三回目が引いてみ、なきゃわかんない。じゃないですかで何か出てきますかね。二度あることは三度ある。 とか言いますけれどねまだ行ってないですかお茶屋さんまだ行けてない初詣あのね広い範囲で言うと行ったただインジャパンではないおおかっこいいそう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 いうなるほどねジーンとかにお休みを使ってです行かせていただいたんですけれどそれもねまたなんか力強いいやものすごいパワースポットに行ったって感じがしたもんそうですパワースポット初体験だったんですよ あ俺パワースポットに今いるって分かったもん。全身で、うん、感じるうく流れてる空気とか、うん、聞こえてくる音とかがもうすごいへ<ー>鳥のさえずりだったりとか風の音だったりとかっていうのがねすごかったです、ねうんへ。なんねか 空気がいいところとかお手洗い行きたくなりますよね,なんかね僕はねどこいてもお手洗い行きたくなります <laughs> ジェイランさんだってそうでしょま、ね、なんで空気いいところに行くとちょっと格好つけてみますけど結構カッコよくない <laughs> いや空気いいところ行くとさやっぱトイレ行きたくない <laughs> 全然カッコよくないから今の <laughs> 今のそれだとちょっとねカッコよくなかった、まあ、そうですねカッコよくなかった、ええ、本屋さんとかもねあれなんででしょうね本屋さんとかお土産屋さん んなんか圧迫感があるとトイレ行きたくなるっていう<ー>だから棚の多いところですよ。そそそうそうそうなんですよ何何かか あれ CD ライブラリーとか J の CD ライブラリーとか行くと僕もトイレ行きたくなったりとかする何か行けないかもしれないって思わせるんでしょうかねそういう雰囲気があるのかしらななんか無意識にだってスタジオ入ってもここにね今入ってもやっぱり毎回大丈夫かな,、うん、な大丈夫かなってそうなんだよだからバス旅行とかもね今でこそあのお手洗い付きの増えましたけども、うん、子供の頃は行きたいんだけども行けないっていうのがすごかったで ですね、あれ子供の頃ってさ行きたいんだけど行けないって行けばいいんだけどさ。<laughs> あ,あだから状況がいけないってことでしょう。お手洗いがないじゃないで、うん、その止められないじゃないですかその行きたいですって。だからよくまあよく使ってた手はちょっとあのなんかよ<お>よっちゃったみたいねとか言って修学旅行とかとかだとね、さすがに中学生の時にお手洗い行きたいって言えないじゃないですか,か恥ずかしくて。それがだから堂々と言えるようになったってのはやっぱちょっと大人になったってことなんですか。大人になったというものはいいようですが、そうですねちょっとおばさんになっちゃったかな。<laughs> ちょっとちょっとっ,つって。モレ <laughs>、うん、ちゃん。 今はねもうちょっとね申し訳ないって感じで <laughs> いけるでしょういけますねで今日結局何が話したかったんですか <laughs> そうそう思い出せないなんかね野球じゃなくて野球じゃない野球は違うでしょサッカーでも何か、ね、だからスポーツじゃないんでしょスポーツだったような気もするんだけど野球で最近なんかあった大きな動きマイケンがドジャーズに行くとかジーネットとかと対してあの なんだっけなボーリングなんか忘れちゃったんですはいまた来週キュウリボーリング <laughs> たまたまに関係することですかだったような気がするんですよなんだったっけな丸ボーリング初めて行った丸行、うん、ってないたま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 。うん。<laughs> まあちょっと、ま、はい <laughs> <laughs> ごめんなさい、思い思い出さない。ごめんなさい。来週までちょっと伸ばします、ね。いや絶対覚えてないでしょ。<笑><笑>この時点で思い出さなかったら絶対来週も覚えてないよ。よくね、あのね、あこの話放送後期お茶屋さんとしようってよく思うんですけど、電車でとかふと、うん、あと街中でとか。したらライン送ってくればいいじゃん。分かった分かった。そうするよ。これからはそうしましょうね。はい。今日ね、じゃあはいジェイラーさんはどうですか。以上で さっきも言ってきたけど、まあ、この後もじゃ行きましょうかね。はいはい、すみません <laughs> ということで、はいえー、トイレにもぜひですね豆 <laughs> に行っていただくということでの話だ、はい、どうもありがとうございました。はいい失礼いたします